こちらが10時10分頃になりますが、室内練習場でこのオープン戦に合わせて1軍に上がってきたのが石川慎吾です。2月3日に行われた紅白戦で逆転のスリーランホームランを放ったというのも記憶に新しいですね。その石川が2軍でしっかり結果を出し、この沖縄キャンプも宮崎で2軍キャンプを行っていたんですが、1軍に上がってきました。そして迎えたオープン戦の東北楽天ゴールデンイーグルスの試合で途中出場して結果を出したのがこの石川慎吾です。昨日の日本ハムファイターズ戦も出場は途中しましたが、守備のみとなりました。ただ与えられたところでその結果にこだわって積み上げてきているのが石川慎吾。今日の朝室内練習場にいました。一軍に合流してからの調子っていうのはご自身でどうですか？調子ですか、はい、調子はもう見てくれてる人が判断してくれればいいのであまり自分でどうこういうものじゃないと思ってるんで、はい、今日水曜日ですけど、はい、出てきたことっていうその理由っていうのは、あ、ちょっとやりたいことがねあったんで、吉川さんにお願いしてちょっと手伝ってもらったっていう感じです、ね、一緒にやってもらったっていう。それはもう自分の中でのなんか調整というか、ちょっとそうですね、ちょっと気になったことがあったのと、ちょっとやりたいことがあったので、まあ、今日休みいただいてるので、ね、短い時間ですけど、はい、キャンプ残りあと4日ですけど、はい、どういうふうに過ごしたいですか？いや、もう一日一日も本当アピールするしかない立場なので、がむしゃらに泥臭くやりたいと思います。ありがとうございます、はい、がむしゃらに泥臭くという言葉もありましたが、笑顔はとても爽やか、石川慎吾です。やりたいこと、そして気になったことがあると言っていましたが、どういったことが気になって、どういったことがやりたかったのか、まあ、これをね、まあ、練習の中で行ってきているので、明日の練習試合でそこを見せることができれば、ね、どういったと